声披露、皆様楽しみに待たれていたと思います。まずは皆様からご挨拶をいただきたいと思います。玉城さんからお願いいたします。はい、皆さんこんばんは。はい、改めまして閻魔愛を演じさせてもらいました玉城ティナです。今日は短い間ですが最後までよろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。何でしょうね、その人間関係のこう移ろい方だったりとか、すごくこう、一見ものすごく何でしょう、言葉が出てこない、エキセントリックに見えるかもしれないんですけど、すごく何でしょう、閻魔愛ちゃんのその可愛らしさみたいなものも相まって、あんまり怖いような印象はないですね。はい、でもその閻魔愛ちゃんをこうオファーされた時っていうのは、はい、率直にどんなお気持ちでした？いや、本当に予想外なところからやっぱりお話が来たなと思いまして、まあ、最初は驚きもありましたし、でもやっぱりプロデューサーさん監督さんが任せてくれるということで、私も声も愛としてやっぱり演じられたらいいなと思ってましたし、もちろんその原作のファンの方に 100% 寄り添えることはできないかもしれないですけど、また新しい、映画版の地獄少女っていうものを、皆さんに届けられたらいいなと思っておりました。森さんが今じーっとお話しされる玉城さんをご覧になってましたけど、閻魔愛ちゃん飾れてました、もしかして今。はい、私現場であんまりこうお話をされている姿というのを見たことなかったので、今日朝から取材とかご一緒してて、お話されてるって。そうなんですよ、なんかこうね、共演のシーンがあんまり多くなくって、本当に今回皆さんと今日取材日でお会いして、なんかこう、なんか玉城さん喋るんだみたいな目で見られてると思って、それは実は薄々感じてるところであったんですけど、全然私は意外と喋る方なので、ぜひこれからもよろしくお願いいたします。はい、私にも負の感情はあるんですけど、まあそれをね、放出して困らせるわけにもいかないので、私は人に絶対見せられないノートがあります。ノート、やばいやばいやばい、めっちゃ惹かれた。こんだけ惹かれると思わなかった。いや、なんか本当にもうやだなとか、なんとかだな、なんとかなんとかだなって、本当にもうちょっとわざわざ声にしたり、変なこうところに発信していかないように、もう自分一人対自分との対話で収められるように、はい、書き込んでおります。嫌なこととか、こいつこうだったなって逆に気づいたかもしれないもんね。そうですそうです。また新しい、自分が悪かったのかなとかって思うこともできるし、おすすめですよ。ちなみにちょっと過激な言葉も使ってたりするんですか、ノートの中には？多少はいいですね。ごくまれに、ごくまれに、はい。何歳くらいからスタートしたんですか、それは？何歳くらいだろう、18とか割と近年ですね。そうですね、はい、でもおすすめですよって玉城さんがね、はい、おっしゃってね、皆さんもよかったら、はい、あ、そうですね、皆さんいいですか、せーの、ティナちゃんお誕生日おめでとう。ケーキ、今回特製のものをご用意させていただきました。すごいです。すごい、あ、黒と赤で閻魔愛ちゃんも真ん中にいて、すごい嬉しそう。いやいや、照れますね。嬉しいです、本当に皆さんありがとうございます。おめでとうございます。最後すごくすごく頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。せっかくなんでちょっとお味も見ていこうかなと思うんですけれども、ここにフォークが置いてありますね。
ちょっと後ろの方からね、撮ってください。サッカーチャンスですね、まさに。あとでこれお写真にも。これでも、ここえぐるのもったいない。これは後ろ、そうだね、ちょっと脱がすだけだと。あれ、左利きなの？はい、左利きです。いただきます。皆さんの、あの、お声が入った経験を。うまい。うまいでございます。ありがとうございます。幸せな誕生日です。これだけじゃなくてもう一つサプライズプレゼントがございまして、はい、玉城さんにお渡しいただいて。何ですか？はい、一度玉城さん見ていただいた方がいいのかな。めっちゃかわいい。見せない。すごい嬉しい。いいですか？いいですか？皆さんいいですか？いきますよ。じゃじゃーん。すごーい、かわいい。なんとですね、検索アニメ。おー、すげー。すごい、はい、原作アニメのキャラクターデザインを担当された岡真理子さんがこのお誕生日のお祝いに特別に書き下ろしてくださいました。ありがとうございます。嬉しいです。いや、やっぱりエンマ愛は圧倒的ですね。こうやって見て、そんなこう圧倒的なキャラクターを演じられて本当に嬉しく思います。嬉しいです。ありがとうございます。本当にこう約1年前にみんなのこう思いを詰め込んでできた作品が今日本当に初めて皆さんの目に触れられてることを本当に嬉しく思っています。その真ん中としてエンマ愛として出させてもらった期間のことはやっぱり忘れないですし、はい、本当に見てもらったら分かると思うんですけど、ぜひ圧倒的なエンマ愛というキャラクターに魅了されてもらいながら、人間の本質的なところだったり、こう誰しもが感じたことのあるような気持ちみたいなものをこの作品は描いていると思うので、見終わった後にぜひ何が残ったのか自分の心に問いかけていただきたいなと思っております。まだ公開まで約1ヶ月ありますが、私たちも取材だったりこういろいろ宣伝頑張っていきたいと思いますので、皆さんもよければ応援よろしくお願いします。本日は本当にありがとうございました。ありがとうございます。ジョン・ソウル監督の社会を最後に終了させていただきます。より一層大きな拍手で皆さんお見送りください。ありがとうございました。